皆さん、こんにちは。今日の動画では、多くの看護師さんが抱える職場環境が悪くて、辞めたいという悩みにスポットを当てます。特に、離職率が低い病院で働くための秘密を解明していきます。まず、なぜ看護師の離職率が高いのか、その原因を掘り下げます。次に、離職率が低い病院がどのような取り組みを行っているのか、具体的に紹介します。今回の動画を最後までご覧いただくことで、離職率が低い病院で働くためのポイントや、実際に働いている看護師の生の声を知ることができます。最後まで見ることで、あなた自身が働きやすい病院を見つけ、ストレスなく充実した看護師ライフを送るためのヒントを得られるでしょう。当チャンネルは、看護師の皆さんが直面する様々な悩みやキャリアの転機にフォーカスを当てた専門チャンネルです。看護師としてのキャリアパス職場の悩み、転職の際のアドバイスやヒントを提供します。気になる方はチャンネル登録しておいてください。また、LINE では看護師さん向け電子書籍5大特典プレゼントが無料でもらえますので、下の概要欄の方から登録をお忘れなく。また、転職を本気で考えている看護師さんは、有料ノート購入をお勧めします。購入特典として看護師面接よく聞かれること、100もつきますので、面接対策としてご活用ください。それでは、本編をご覧ください。離職率が低い病院の特徴、病院の環境と職場文化。さて、まず結論からお話しします。離職率が低い病院の特徴の一つは、働きやすい環境と職場文化が整っていることです。このような病院では、看護師たちがストレスを感じずに仕事を続けられるような工夫がされています。その理由は、病院の環境や職場文化が看護師たちの働きやすさを左右するからです。例えば、職場の人間関係が良好であれば、日々の業務もスムーズに進みますし、精神的な負担も軽減されます。また、清潔で快適な施設や設備が整っていることも重要です。看護師たちは患者さんと密に接するため、働く環境が清潔で整っていることは、業務の効率化にもつながります。具体的な実例として、ある病院では、定期的に職員の意見を聞くアンケートを実施し、その結果に基づいて、職場環境を改善しています。また、休憩室の充実やリフレッシュスペースの設置など、看護師がリラックスできる環境づくりにも力を入れています。このような取り組みが、看護師の離職率を低く保つ要因となっています。以上の理由から、病院の環境と職場文化が離職率に大きく影響することがわかります。働きやすい環境が整っている病院では、看護師たちが長く働き続けることができるのです。給与や福利厚生の充実。次に、離職率が低い病院のもう一つの特徴として、給与や福利厚生が充実していることが挙げられます。これは看護師たちが安定して働き続けるための大きな要素となっています。その理由は、給与や福利厚生がしっかりしていると、看護師たちは経済的な不安を感じずに仕事に集中できるからです。特に看護師は夜勤やシフト勤務が多く、体力的にも精神的にも負担が大きい職業です。適切な給与と福利厚生が提供されることで、その負担が軽減され、モチベーションも維持されます。具体的な実例として、ある病院では、基本給の他に、夜勤手当や資格手当などの各種手当が充実しています。また、住宅手当や子育て支援制度なども整備されており、看護師たちが安心して生活できるように配慮されています。このような待遇が、看護師の離職率を低く保つ重要な要因となっています。このように、給与や福利厚生の充実は、看護師の働きやすさに直結します。適切な報酬が提供されることで、看護師たちは長く働き続けることができるのです。教育と研修制度の充実。最後に、離職率が低い病院のもう一つの重要な特徴として、教育と研修制度が充実していることが挙げられます。これにより、看護師たちは常に最新の知識や技術を習得し、成長し続けることができます。その理由は、教育と研修制度が整っていると、看護師たちは自分のスキルを向上させることができるからです。また、キャリアアップの機会が提供されることで、将来に対する展望を持つことができます。これにより、看護師たちは仕事に対する意欲を保ち続けることができます。具体的な実例として、
ある病院では新人看護師に対するメンター制度を導入しており、先輩看護師がマンツーマンで指導を行っています。また定期的に専門的な研修やセミナーが開催され、看護師たちは自由に参加することができます。このような取り組みが看護師の成長をサポートし、離職率を低く保つ要因となっています。このように教育と研修制度の充実は看護師のモチベーションとキャリアアップに大きく寄与します。成長の機会が提供されることで、看護師たちは長く働き続けることができるのです。以上、離職率が低い病院の特徴についてお話ししました。次に実際に働いている看護師の声を聞いてみましょう。実際に働いている看護師の声、看護師のインタビューでは、実際に離職率が低い病院で働いている看護師の方々の声を聞いてみましょう。彼らの経験からどのような要因が離職率を低く保つのかが見えてきます。離職率が低い病院で働く看護師の方々は、職場の環境やサポート体制に非常に満足しているということが分かりました。その理由の一つは、職場の環境が非常に整っていることです。具体的には、上司や同僚とのコミュニケーションが円滑であり、困った時にはすぐに相談できる雰囲気があることが挙げられます。例えば、A さんという看護師は、入職当初は不安が多かったものの、毎週行われるミーティングでのフィードバックやサポートが非常に助けになったと語っています。彼女は、どんな小さなことでも相談できる環境があることで、ストレスが軽減されましたと話しています。このように、職場環境やサポート体制が整っていることが、看護師が安心して長く働き続けることができる大きな要因となっています。離職率が低い理由についての意見。次に、離職率が低い理由について、看護師たちがどのように感じているのかを見てみましょう。看護師たちは、病院の政策や取り組みが離職率の低さに大きく貢献していると考えています。具体的には、福利厚生が充実していること、キャリアアップの機会が豊富であることが挙げられます。例えば、B さんはこの病院では定期的にキャリアアップのための研修が行われ、スキルを磨く機会が多いです。そのため、自分の成長を実感でき、モチベーションが高まりますと話しています。また、C さんは福利厚生が充実しているため、家庭との両立がしやすく、仕事に集中できる環境が整っていますと述べています。このように、病院の政策や取り組みが看護師の働きやすさをサポートし、離職率の低さにつながっているのです。具体的なエピソードや成功体験。最後に、看護師たちの具体的なエピソードや成功体験を通じて、離職率が低い病院での働きやすさをさらに詳しく見ていきましょう。具体的なエピソードや成功体験から、看護師たちがどれほど満足して働いているかが明らかになります。成功体験を共有することで、他の看護師たちにも良い影響を与え、全体のモチベーションが向上します。例えば、B さんは、ある患者さんのケアを担当したとき、チーム全員が協力し合って、無事に退院まで導くことができました。みんなで一緒に喜びを分かち合えた瞬間が、本当に嬉しかったですと話しています。また、E さんは、職場の研修で学んだ新しい技術を実践し、患者さんの状態が劇的に改善したことがあります。その時の達成感は忘れられませんと語っています。このように、看護師たちが日々感じる達成感や成功体験が彼らのモチベーションを高め、離職率の低さにつながっているのです。病院の取り組みとサポート、メンタルヘルスケアの提供。まず、離職率が低い病院ではメンタルヘルスケアの提供が重要な役割を果たしています。看護師は日々の業務で多くのストレスにさらされるため、メンタルヘルスケアのサポートは非常に重要です。具体的には、定期的なカウンセリングやメンタルヘルスの研修プログラムが提供されています。これにより看護師はストレスを適切に管理し、精神的な健康を維持することができます。例えば、ある病院では専任のカウンセラーが常駐しており、看護師がいつでも相談できる体制が整っています。このようなサポートがあることで、看護師は安心して働くことができ、離職率の低下に寄与しています。ワークライフバランスの促進。次に、離職率が低い病院ではワークライフバランスの促進にも力を入れています。看護師が仕事と私生活のバランスを保つことは、長期的に働き続けるために非常に重要です。具体的には、柔軟な勤務シフトや休暇制度の充実が挙げられます。
例えば、ある病院では看護師が自分のライフスタイルに合わせてシフトを選べる制度を導入しています。また、長期休暇の取得も推奨されており、リフレッシュの機会が設けられています。このような取り組みにより、看護師は仕事と私生活の両立が可能となり、働きやすさが向上します。その結果、離職率の低下につながっています。キャリアパスの明確化。最後に、キャリアパスの明確化が離職率の低い病院の特徴の一つです。看護師が将来のキャリアを見据えて働ける環境は、モチベーションの維持につながります。具体的には、キャリアアップのための研修や資格取得のサポートが提供されています。例えば、ある病院では、看護師が専門的な資格を取得するための費用を負担する制度があります。また、定期的な評価とフィードバックを通じて、看護師が自分の成長を実感できる仕組みも整っています。これにより、看護師は自身のキャリアを積極的に築くことができ、長期的に病院で働き続ける意欲が高まります。結果として、離職率の低下に寄与しています。以上のように、メンタルヘルスケアの提供、ワークライフバランスの促進、キャリアパスの明確化といった取り組みが離職率が低い病院の特徴です。これらの取り組みにより、看護師は安心して働くことができ、その結果、病院全体の離職率が低く保たれています。まとめ、今回の動画では、離職率が低い病院で働く看護師の秘密について探りました。具体的には、メンタルヘルスケアの提供、ワークライフバランスの促進、キャリアパスの明確化の3つのポイントを取り上げました。メンタルヘルスケアでは、定期的なカウンセリングや研修、ワークライフバランスでは、柔軟な勤務シフトや休暇制度、キャリアパスでは、資格取得のサポートや定期的な評価が挙げられます。これらの取り組みにより、看護師は安心して働き続けることができ、結果として離職率が低くなります。病院の環境改善は看護師の満足度と働きやすさを向上させ、持続可能な医療提供につながります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よければ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が皆さんの役に立てば幸いです。これからも看護師としてのスキル向上のために、このチャンネルを活用してください。次回の動画でも、皆さんの業務に役立つ情報をお届けします。コメントや質問は、ぜひ下記のコメント欄にお寄せください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。